どうも、シトです。これまでいろいろな角度から船券で勝つための情報を発信してきました。合成オッズの話だったり、買い目の絞り方だったり、コンボなどの追い上げだったり、各動画で必ずと言っていいほど言っているのがレースを絞るということ、締め切り順に手当たり次第やっていてはいけないというふうにお伝えしてきました。皆さん、それ守れてますか？話は理解できたけど、なんだかんだ全レースやっちゃうんだよねという方も多いと思います。今日はそんな方のためにレースを選ぶ方法について解説していきたいと思います。まずレース選びの鉄則として、必ず前日から選ぶということです。皆さん、20時45分ナイター最終レースが外れた後、何をしていますか？焼け酒、ふて寝、ワンチャンパチンコで、まあそんなところだと思います。本当に勝ちたい船剣士は21時からが勝負と言ってもいいです。なぜなら21時になると翌日の出走表が全レース揃います。この時点で翌日のレースの中から勝負レースを探していきましょう。だいたい1日に130レース前後を開催されています。この中から勝負できるレースを選ぶのです。めんどくさと思った方、大丈夫です。全部の出走表を見る時間がないという方でも簡単にできる方法を教えます。使うのはおなじみボートレース日和です。僕の場合は翌日の本命レースを調べたいので、ガチガチレース検索機能を使います。こちらはイン逃げ率と逃がし率から硬いレースを検索することができるのですが、僕は検索条件を逃げ 65%、 逃がし 35% にします。その後締め切り順に並び替えをします。だいたいこの条件だと1日に20レースから30レース引っかかります。この中からまず最初にすることは G1SG のレースを除外するということ。 G1SG はイン逃げが高くてもみんな上手いからデータが通用しません。基本は一般戦をメインに考えていくといいでしょう。ただ例外として G1SG でもイン逃げ率が 90% 以上ある選手の場合は一考しましょう。もしこの中で絞るのが大変ということであれば、検索条件を厳しめに設定してみましょう。一番厳しい条件、逃げ 75%、 逃がし 60% だと1日に5レースくらいしか引っかからないと思います。また前付けがありそうなレースなどは絶対に避けてください。前付けをする選手を覚えていれば問題ないのですが、わからない場合はその選手の過去の枠番などをよく調べてからレース選定をしましょう。理想は1日に3レースから5レースくらいに絞ることです。僕はこの時点では買い目は決めていません。イン逃げから買うということだけは決めて、あとは当日予想するという感じにしています。さて、ここまで来たらあとは明日を待つだけではありません。せっかく調べた厳選レースも明日になれば忘れます。気づいたら締め切られていたなんてこともよくあると思います。だからといって朝一に全部購入したら前付けがあったり、オッズの変化で取り紙になったりなど、とにかく直前に買わないと不測の事態に対応できません。そこで活躍するのが LINE のリマインダー機能、リマインくんです。僕はこれを使って選定したレースの5分前にお知らせをしてくれるように設定しています。テキストで桐生1レース明日15時30分などと打ち込めば勝手にリマインドしてくれるので便利です。注意が必要なのは、登録した時間にお知らせラインが来るので、締め切りの5分前とかで登録するのがいいですかね。ここまで準備することができればもう万全。何よりも前日から考えた厳選レースだから、心理的に他のレースには手を出さなくなると思います。しかもレース前までは仕事や別のことをしててもいいので、時間効率もいいですよね。このように便利な機能をしっかりと使って自分の欲望を管理して勝利を目指しましょう。ちなみに年間で勝っている人は基本的に1日に何レースも購入は絶対にしません。スロプロと一緒で、打ちたい台、買いたいレースがなければ1日やらないということもあります。このくらいストイックにしないと勝てないというのがボートレース。皆さんは勝ちたいですか？それとも楽しみたいですか？皆さんのスタイルに合わせて頑張ってみてください。今後も皆さんの役に立つような情報をこの動画で発信していきたいと思いますので、チャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いいたします。ではまた。